はい、こんにちは。日本改革徳澤です。正明様、ビンゴ猿様、太郎に勝代様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。河野太郎、災害対応と国防の両立できるよう、自衛隊に予備自衛官を活用した災害対応部隊を創設したい、総裁選向けに投稿いたしました。両立できるようにって、一とも得ずとかなりませんかね。予備自衛官の皆様も国を守るために、志願しているのであって、瓦礫の片付けとか嫌なんじゃないのかな。河野太郎の言うことだから、きっと日本のためにならないことに違いないっていう、先入観がすごいんですけど、私には。世論です。増税したいんか、またまた増税ですか、また思いつきですか。人いねえって言ってるのに何言ってやがる。ずっと定員割れなんだってね、自衛隊さんってね。事前の調整もなく口だけだから嫌われるんだぞ。そこは普段何してんの。それは消防の仕事では。足りてない戦力を減らしたら国防がおろそかになるだろうが、思いつくまま適当な話をポンポンぶち上げて、まるで民主党みたいなやつ。自衛隊は便利屋じゃねえよと。ずっと定員割れが続いてるのに国防そぎに来てんね。そうかもしれない。河野太郎の言うことやることを全て中国共産党のためと考えると、この発言はですね、自衛隊の予算と人員を防衛以外に消耗させ、結果的に防衛力を削ぐためにこういうことをやらせる。災害出動時に攻められても国防に余力を当てられないようにしたい、河野太郎が。中国の人民軍のためにね、自衛隊を単なる災害救助隊、災害出動隊に貶めたい、といったところが考えられますかね。河野太郎の行動すべてが中国共産党のためのものならば、まあでも太郎が総理になることはないだろうな。ただ単に太郎が寝ながら夕べ思いついたあっさい考えを投稿しただけかもしれないですけどもね。根回しも説明も議論も皆無で、思いつき喋ってですね、関係者慌てさせ、なったらなったで、その思いつきが実現したら実現したで、手柄を横取り、俺のおかげだみたいですから嫌われてんじゃないですかね、この太郎は。新宿区、ハロウィン当日の歌舞伎町周辺地区での路上飲酒を12時間禁止すると発表。吉住区長、来なくて結構です。このための条例を6月に制定していました。世論、街を汚されるしな、酔っ払いはゴミをそのままにしてくし、ハロウィンで騒いでるやつは殴ってもいいって条例作ってよ。飲み屋さんに金を落として行ってもらわないと、路上で飲んでも新宿区潤わない。路上で飲まないで飲み屋でちゃんと金払ってくれみたいな。どんなことでもバカが台無しにする。次は池袋あたりが狙われるのか。すっかりハロウィンが行政のデメリットになってるな。路上で酒飲んでもいい国が少数派。少数派ですね。欧米はダメだって。イスラムの国もダメでしょ。アジアの緩い国ぐらいしかないんですよね。OECD の国の中ではね。昨年は渋谷区が禁止したから新宿に流れてきて、騒いでたそうなんですけれども、この流れだと新宿もダメってなったら次池袋じゃん。で、池袋に流れてくるんじゃないのかな。なんか流浪の民ですね。あっちでもこっちでも嫌われて締め出されて、次のターゲットをインとこに行くって、なんか流浪の民だな。埼玉からの遠征組には便利ですね。池袋になったら。
豊島区長は今から対策しとかないとやばいことになっちゃう。これ条例作っとかないと、ハロウィン当日は12時間路上飲酒禁止とかさ、ゴミだらけにされるし、調子に乗った外人もひどいそうで、暴力事件も起きてるしね、なんか車ひっくり返したとか、新宿はですね、住宅地の方まで深夜まで騒音が届いて、街中ゴミだらけの被害に遭ったそうであります。昨年迷惑な連中、野球場かどっかに押し込めて隔離できんもんすかね。なんかハロウィンイベントなんつって、出店いっぱい出ますなんつって、野球場かどっかに隔離してさ、町おこしにもなりそうだしね。来日1週間で、来日して1週間で妊婦のバッグをひったくって怪我させるなど、犯行3件繰り返した韓国人キム・デホ33歳に実刑4年6ヶ月、裁判官、犯罪目的で来日したことがうかがえ、強い非難に値すると、でも休刑8年だったのに随分減らしましたね、この裁判官。犯人、母が癌で治療費と薬代が必要で、言ってるらしいんですけど、検察が歓楽街で飲んでただろうというやり取りもありました。じゃあ違うんじゃねえのっていう話、世論です。犯罪目的で来たやつを日本の税金で食わせるのか、吊るせよこんなのか。100年前から何も変わっていない、強盗傷害で4年半って軽くない、事前審査なんか機能するわけないよね。日本に来る飛行機代を母親の治療費と薬代に当てろよ。なんで日本に来てんだよ、出稼ぎに来てんだよねよって話だよね。事情によらず量刑を変えないことは重要だと、酌量しない、情状酌量しない、自分に危険があったから、ということだったら正当防衛になりますけれども、強い批判非難しながら休刑8年を4年半にって、やっぱ大阪地裁どっかおかしいんじゃないのかな。検察控訴すべきじゃないのこれ、減らしすぎだってね。わざわざ日本に来て日本人をターゲットに犯罪し妊婦を怪我させるって、日本人の敵以外の何者でもないですね。もともと竹島選挙してる敵国人だが、こいつは別格の敵ですね。金がもったいないから送還と永久入国拒否という意見もありましたけれども、懲役刑、1年養うのに70万円かかるそうなんですよ。日本で犯罪しても追い出されて、二度と日本に行けないだけってなっちゃったら、世界中から犯罪者が集まってくる恐れも、日本で犯罪したろってやつが集まってくる恐れもありますね、これね。金がもったいねえから、刑務所入れとく金がもったいねえから強制送還で二度と入れるんだっていうことを堂々とやったらよ、世界中からなんか日本で犯罪しても1回だったら大丈夫みたいな、二度といけないだけでみて、舐めてかかられる恐れもありますんでね、ここは一つヤクザの伝統にのっとってですね、身体系はいかがでしょうか。ヤクザの指爪、あれ身体系っていう、系らしいんですけどね、懲役1年につき体のどっかから1キロ切り取って国外追放&永久入国拒否と、切り取る手術代ぐらいだったらそんなかかんないですからね、1年につき、この場合だと4キロ半を体のどっかから切り取って韓国に送り返す、こうなりますね。なんかユダヤの証人みたいな話になってきましたけれども、まあ異論は認めます。野田聖子、推薦人20人を集められず総裁選出馬を断念、今後は小泉進次郎を応援します。ああそうですかと、世論です。誰に乗れば分け前もらえるかの3段に、野田の支援は足引っ張りにならんか、前回の総裁選では最下位だったよな、マジで出ようとしてたのか、マスゴミのこいつと石破推しは異常と、自分が諦めたらあとは勝ち馬乗り合戦ですね。みこしは軽くてパーがいい、軽いかどうか分かりませんけれども、進次郎がパーなことだけは明白、前回2位の河野に乗らないところは嗅覚あるなと、世論調査でも河野どこでも4位以下になっちゃってもね。今日の単身です。都知事選で悪用された選挙ポスター枠、悪用防止の法改正を自公、立憲、維新、
国民民主が合意しました。一定の品位を保つ、営利目的使用の禁止、違反は罰金100万円などのざっくり案が出てるそうであります。罰金100万円って、選挙に出るような陣営、組織、勢力だったら100万円って痛くも痒くもないんで、これ公民権停止で5年間選挙出れませんとかの方がきつい、効くと思うんですけどね。共産党は制限すべきでないと反対しました。いつでもどこでも何にでも体制に逆らうその姿勢はぶれませんよね。発端は、原因はご存知 N 党のやらかした悪用なんですけれども、バカな学校校則を知って法則ご存知でしょうか。バカな学校はですね、バカがバカやらかすから、その度にですね、こういうことはやっちゃダメっていう、校則がどん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 増えていくっていう、バカな学校校則を知、古今東西自称問わずバカが台無しにするっていうのも、まあ普遍の真理。ハロウィンもバカが台無ししてますよね。路上で飲んで酔っ払ってゴミそのままにして、バカがいるから締め出されんだって話だよね。ホンダが中国工場で生産調整開始、売れ行き不振のため売れない、中京資本との合弁会社、これなんて読むんだろうね、トンプホンダは2週間の全面操業停止、退職者募集も、トヨタのハイブリッドに勝てないんで EV に注力したところ、これが大失敗。フォルクスワーゲンも同じ失敗してますけれどもね。ホンダが EV にシフトするって言った時に8割ぐらいの人がこうなるって思ってたのに、なんで踏み切っちゃったのかなーって、経営陣がバカだと社員が頑張っても利益出ませんね。給料上がんないですね。昨年過去最多を記録した東京の梅毒患者数、9月1日までで昨年並みの2460件に上り、減ってないことが分かった。昨年並みの過去最多レベルに今年もなるって予想が発表になっていました。感染は男7割、女性3割と、男性は20代から50代が増加、女性は20代が増加ということで、原因は明白ですね、これね。男の方が多いっていうのも、そりゃ一人でね、何人もの客に感染させんだから、まあ理屈通りますよね。これ、これで増えてんですよって、予測とか予想も、記事にしてもらわないと、なんとなくね、わかんないですね。でも50代でも買うのか、元気やな、世の中の50代は。昨年の、県別人口減少率が発表になりました。前年度比 1.74%、2% 近いですね。減少した秋田県が1位。減少率1位、ついでにですね、65歳以上人口率も秋田県は 38.74%、 4割近くが65歳以上になっちゃって秋田県が1位でした。高齢者率1位ってことは、出産に適した年齢の方も少ないってことで、秋田県は今後も減り続けんじゃないのかな。ちょっと気の毒ですけれども、人口減少はもう止めらんないっすね。だって産む年齢がすでに少子になってて、減ってて少ねえんだから、しょうがないね、これね。我々は人口が減った社会に適応していかなくちゃいけないですね。ショックが起きないように、パニックにならないように備えないといけないですね。人口6000万人に、の国、目指した国づくりするのが政治家の仕事。少子化対策で効果が出ないことに金ジャブジャブ突っ込んでやってる感出すのが政治家の仕事ではないですよね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。